しぶりにエンジンをかけてみましょう。シートを開けるのも2ヶ月ぶりです。たまにはエンジンをかけないとね。マフラーでは足に当たって痛いです。降りてキックした方が楽ですよね。どうしてだ？何か問題か？何度キックしてもかかる気配がない。電化系か？それとも燃料系か？この後、1時間はドタバタやりました。ダメか？燃料系のようだな。というわけでエンジンがかからなくなりました。スーパー株改造計画21、放置していたらエンジンがかからなくなった。バッテリーはそこそこありそうだ。やっぱり燃料系のトラブルかな。久しぶりに掃除しますか。それでは、レッグシールドを外していきましょう。まずは、部品を外していきます。パワーフィルターを外します。ネジを外します。すべてのネジを外したらカバーを取ります。ハンドルにマルチバーがあるので外しにくい。なんとか外れました。キャブをマニホールドから外します。外す前には燃料コックはオフにします。キャブ内のガソリンを抜きます。ドレンボルトは山が崩れやすいので注意です。もう少し緩めたら出てくるかな。
より少ない。まあいいけどね。意外とガソリンが少なかった。燃料に小さなゴミが浮いている。何のゴミだろう、わけわからん。詰まっている可能性が大きいですね。とりあえずクリーニングです。キャブを分解しましょう。わあ、燃料が出てきた。かなり残っていましたね。今さらボトルを置いても無理ですね。すべて出たようです。燃料の流れが悪かったようですね。多分詰まっているようですね。汚れてはいないな。細かなところを掃除しましょう。以前買ったキャブクリーナーを使います。メインジェットの穴を清掃します。部品も掃除します。小さな穴も丁寧に掃除します。メインジェットも掃除です。掃除が終わったら組み付けです。次にスロージェットも掃除します。あとはフロートバルブの穴を掃除すれば完了です。条件は前に出してあるので、このまま組み立てます。ここまで掃除すれば何か答えが出るでしょう。
久しぶりに掃除したな。エンジンを始動します。キャブを取り付けてエンジン始動です。はじめはエンジン動きませんね。おお、かかった。やっぱり燃料系か。あれれ、止まりそうだ。止まってしまった。なんてことだ。うへ、エンジンかからない。ありそうだ。今回は今までとは違うな。調子良くなりました。久しぶりのカブエンジン音です。いやー、本当に良かった。ごめんよ。たまにはエンジンかけるから。そろそろ旅に出ようよ。医者には内緒で。